どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん新パック何もね UR、SR が強いだけじゃないんだぞというところを私は今回は提唱していきたい。このデッキですね、あのディスコードのね、あのね、お魚屋さんっていうね方が教えてもらったんですよ。お魚屋さんによるお魚デッキです。あのやっぱね、魚屋の魚のことは魚に聞けばいいんですよ、基本的にはね。で、今回の、主役というかね、今回のデッキの主役何かどれだと思います。ちなみにどれが主役だと思います。これどうですか、これですか。違うんですよ、今日の主役はこれです。ギョッっていうこれが今回のデッキの主役でございまして、モンスターの効果が発動した時、ゲームから除外されている自分の魚族もしくは海竜族もしくは水族モンスターをデッキに戻し、その発動を無効にし破壊すると。これまあちょっとそのコスト、あの用意できたら強いってこと分かります。要はあの天罰みたいな感じなんで強いんですけど、これ使うには要は事前の準備が必要で、除外してこないといけないんですよ、魚族とかを。で、まあ、それどうやってやるのかなっていう、まあ、除外海産物っていう、要はその、遊戯王のカテゴリーが、あるんですけども、スカイオニ一食いとかあの辺のモンスターなんですけども、今日ですね、そういうモンスターは入れずにですね、ああこれね、これうまいなと思いましたね、あのデッキギミックが。メロダークって通常モンスターを除外する、2体を除外すると出てこれるじゃないですか。だからね、通常モンスターで、魚族もしくは水族モンスターを用意すればいいんですよ。で通常モンスターってこの苦渋の決断っていうので、これ墓地に送りつつ手札に1枚かい、持ってこれるっていう効果あるじゃないですか。だから、氷水墓地送って持ってきて、そうするともうメロダークのコスト揃うんですね。だからメロダークの効果で、墓地の、水属性、水属モンスターを除外、さらに手札からも除外すると2体あの除外ゾーンに魚族もしくは水族が置いとけるんですよ。だから魚が活用できる。でさらに、まあ、それ以外にもアタッカーを増やさないといけないので、だから今回ハンマーシャーク、これあのレベルを1個下げると手札から水属性レベル3以下のモンスターを特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんで、ハンマーシャークでこの、フィッシュボールアーチャー出して、でハンマー と、アーチャーで、6シンクロできるんですよ。水属性の、シンクロレベル6モンスターはどれが一番強いですかと。そうですね、皆さんもう何回もやってますね。このホワイトオーラドルフィンさん、ドルフィンさんが一番強いんで、これを出していくと。で、まあ、アタッカー的にはだからこれとこれで殴り続けるというねデッキになってます。でモンスター効果をこれ止めるという、そういうデッキになっております。なかなかね面白いギミックになってるかと思いますので、ね、この魚でひたすら相手の盤面を制圧していく、この、寿司団前を見舞いしていきましょう。デュエル三昧、寿司食いて、寿司三昧、よし寿司三昧成功、寿司三昧お祈り成功。あれどうしましょう、オッケー。ガーディアンの力やめて、本当にやめてほしいこと結構多いんだよね、このデッキ。あとでそこまででお願いしたいです。ガーディアンの力やめて。でもあれか、あの攻撃される前に殺せばいいんだ。攻撃される前に殺せばいいんだ。苦渋の決断の効果と、俺様はデッキで眠るし、通常レベル3のなんかよくわからないお魚を墓地を食って持ってきて、さらにこの2体を除外して特殊召喚していくぜ。守備表示でいいかな。いやでもね、攻撃誘う意味もあるの、これ。攻撃表示まである。攻撃表示にしては殴ってくるよね、さすがに。多分いけると思うんだな、守護竜メロダークさん攻撃表示で特殊召喚。 OK、 ちょっとだけ分断の壁で、最強カードを1枚セットして、終了いいんじゃないかな。ターン終了で、多分さすがに効果発動すると思うんですよね、殴るとき。さすがにこれ何のチェーンもないけど、さすがに発動分断とかだと思われるかな、もしかしたら。あぶねー、リターンオブレッドアイズ OK、リターンオブレッドアイズでレッドアイズ蘇生は OK、 それ後でやればいいような気がするよね。1900になっちゃってかわいそうに、かわいそうす。でも多分殴る人って分断だったらどうすんの、分断じゃないんだけどね。で、はい効果発動したね、はい効果発動って言ったね、ギョッ
くらえ、ぎょっ、死ねー、だつえー、つえー、最強かよ、最強じゃねえかこのカード、わ強い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 、くじの決断の効果と、これはデッキで MC、 なんか謎の女を墓地してで持ってきて、で謎の女どもは全部除外してやる、はい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 、分断の壁、はい分断の壁、はいドーン、レッドアイズの盾400になったぞ、ブリンセス効果、デッキから魚族モンスターをお魚さんを特殊召喚、寿司ざんまいバトルフェイズ、くっさい、死ねー、おらー、ギャオラー、ドルー、最強、楽しい、ギョッ、ギョ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 、さあお相手の方、店長のアスカ選手、よろしくお願いします。テル3倍、あ、景色の使い手ですか、なるほど、とりあえずまず一発目は女捨てて、女持ってきて、で女除外して女2人抱いて、女2人抱いてメロダーク守備だな、これ守備だし、でカード最強のカード1枚セット、もう1枚セット、ターン白ギョ楽しいんだよね、なんかね、なんだろうな、ちょっとなんかほんと想像の外から出てくるから、多分向こうとしてもやばい、あー、それそのムーブは結構強いな、そのムーブは結構強い、ここなんじゃねえか説あるけどな、これここなんじゃねえか説ある、これここなんじゃね、ギョッ、許さん、モンスター効果許さん、ギョッ、ビリ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 、いや強い強い強い、いいぞ、手が4枚、手が1枚減った、生き返ってんしの、あ、やばい、やめて、あ、6、あ、そう、あ、6、あ、でもそれ弁天か、痛てるんですよ、あー、オッケ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 ー、まあ、そっちオッケー、終了しオッケー、で、痛てんの効果で、あー、いや、これ2連打されなきゃ大丈夫、2連打されなければ大丈夫、あ、オッケー、よし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 、あ、強い、セット攻撃表示に変更して、で、スッ発動して、で、粉砕、現れるぞ、おい、魂が死ね、よし、ターン終了だ、オッケー、さあモンスター効果使ってください、モンスター効果で点火してください、お願いします、あ、ジーブ書きオッケー、ジーブ書きオッケーで、あ、でもオッケー、それは大丈夫、だけにリリースはかなり弱い、だけにリリースはかなり弱い、で、リッチュアーチェイン、これギョッ、許さん、ギョッ、ブレブレブレ、やった、つえー、強、ギョッ、強、ギョッ、強、あ、やばい、マジでもあれだよね、8ってことだよね、8出てこなければ全然大丈夫、8出てこなければ全然問題がない、いたな、はい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 、なるほどですね、まあまあでもまあまあでも打点2000に下がってるし、全然アップでダッキリじゃなくてよかったわ、本当にクソ危ねえ、氷水、氷水ってこいつ名前適当すぎじゃない適当すぎないこいつの名前、はいはい、メロダークビーム氷水パーチ、うまだライフポイントが1150しか削れてないぜ、まずいぜ、あれちゃちゃいくぞ、なかなかやるじゃねえか、クソ行引けてないのきついぜ、行引けてないのはプレミアぜ、師匠行もう一枚引いてくれ頼む、あー、やられてしまった、私の氷水がやられてしまった、画面ダークいらない、今すげえいらない、え、これマジで次なんかやばいの飛んでこないよね、2枚手札2枚でしょ、いや手札2枚さすがに飛んでこないんじゃないかなと思いたい、頼む頼む、何もしないで、何もしないで、やったあぶねー、さあお相手の方、まさきあんず選手、よろしくお願いします、13倍、聖なる守護嘘でしょ、聖なる守護、いやここ聖なる守護って言ったらもう俺あのデッキしか思い浮かばないんだけど、ちょっと待ってくださいね、セットして終了しちゃって、いやもうあのデッキもやめてくんないから、あのデッキだったら、これが
骨折じゃないことを祈る。そんなに言ったら、あ、でもこれ結構強いな、これ結構強いな。脂肪がじゃあ反転で、甲骨のマーメイド召喚誰？レベル3狡猾な、マーメイドにレベル3フィッシュボーグアーチャーをチューニング。白き陶器を身にまとい海中を駆け巡れ新規の召喚ゴーレイせよホワイトオーラドルフィン。そしてジョオセットふざけてないんですよね、一応結構真面目に真面目な出来なんですけども、ちょっと若干ふざけてるように聞こえます。はっ、そしてスキラストア粉砕だ。メールがいい、これが新たなるドルフィンの力だ。やばい、すごく嫌な予感がする。ジャンクアタック、あーオッケー、ジャンクアタックオッケー。すげえ嫌な予感するけど、え、ごめんなさい、でもさ、ギョって止められるっていう説ないですか。ギョって止めれるっていう説あるよね、あのリクルートもですよね、ですよね。え、スカのジャンクアタック、なるほど、ジャンクアタックからの、なるほど、なるほど。3枚ちょっと、このデッキ今流行ってんの？俺これこの間もやられたんだけど、このデッキ流行ってやば、全開でバーンって、おふざけんなよ、このデッキ流行ってるんですか、なんか今。え、うっそ、この間当たったんですけど、俺この間も当たったんだが、やばいやばいやばい。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。強すぎじゃない、だから何そのバン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 っていう、こんなことある、こんなことあります。いや、なんだこの天才のデッキは、なんだこの天才のデッキ、天才すぎだ、天才すぎ、考えたやつ天才すぎ。